楽曲解説アルバムオフザロックから今日は4曲目セーフティーラブというやつで、僕がスラップやってビデオを作っていただいて有名なやつですよね。なんかこの間弾いてくれって言われたらもう弾けなかったよ。スラップってね、なんかね練習しないとできないんだよね。だから全然練習しないから、全てにおいて。で、いや、指弾きとはね、なんかピクピクってのできるんですけどね。なんかね、何年か前まではね、チャンネル登録、YouTube 一生懸命始めた頃はなんかチャンネル登録したらそれのなんか動画あげますみたいな、弾いてる動画あげますみたいなのを確かやってた気がしてから、あの頃は弾けてたんだけどね。なんで2、3年前まで弾けてたのにね、なんかちょっと練習すれば弾けると思うけどね。セーフティーラブね、なんかちゃんと聴いたのはまた久しぶりっていうかね、本当にもう何十年ぶりなんですけども、特にだからそのスタジオ版とかを、だからライブ版とかはね、僕のスラップのやつ、あそことかは本当にどうやってるんですかとかつって、なんか何回かこう聴いてみたりとか、そういうようなことはするんですけども、スタジオ版は本当に何十年ぶりかで聴いた感じ。頭のスタタトン、トトトンっての。だからワン、ツー、スタタトン、トトトンつって、頭がだから16分音符1個空いてるんですよね。なんですけども、それをセーフティーラブの頃、スラップしてる時っていうのは田中一行くんなんですけども、一番最初にやった時とかは、そのオフザロックツアーとか、その時は安倍薫ベイアンだったんで、スタタトントトというのをタタトントトトンってなんかだと彼は思ってたという、ワン、ツー、スタタトントトトンっていうのってのはあんまりその当時はそんなになかった。これストックエイトキングウォーターマンっていうプロデューサーの人、ユーロビートの、僕と松本さん二人とももう大好きで、バナナラーマとかリックアストレイとか、その辺の人たちがすごい好きで、そのストックエイトキングウォーターマンのプロデュースのやつはもう全部サウンド一緒なんですけどね。それに、ワン、ツー、スタタトン、トトトンっていうのが、そこに入ってて、あと確かに、2拍目の、タタトン、タタタを、ジャーンって2拍目にシンバル入れるのも、ストックウェイズキー・ウォーターマンだったかな。もしかしたらその後のボビー・ブラウンとか、あの辺の、ヒップホップ系、でもヒップホップ系ってそういう原因なことしないから、きっとこっちかな。その辺はだから、割とすぐに、そのままパクっちゃうみたいな、それが、タムのフレーズなんかわかんないじゃないですか。わかんないっていうか、そんなのは別に普通になんかこれかっこいいからこれにしようみたいな。それドラマでもそうじゃないですか。この人のかっこいいと同じようなフレーズ叩くじゃないですか。まあパクリっちゃパクリだし、よくあるっちゃよくあるしっていう。それがみんながやるようになったら、それ普通の定番フレーズになったりするんで。あと、この、タタトン、タタトンってのって、普通はタムが、こう、例えばこうドラムこう叩いてるじゃないですか。そうするとこう、タタトトトトトト。でまあ本人から見ると左から右、客席から見ると右から左にこう流れるわけですよね。PA とかはだからまあ PA の人によるんですけども、タムがこうタタトトトンってやると、ステージ向かってこっちからこうスピーカーでこうタタトトトンって流れるような感じ、見た目に近い感じでやるっていうパターンが多いんですけども、エンジニアさんによって、だからドラム側と客席側ってのがあって、ハイハットが左に定位するか右に定位するかとか、そういう風な部分とかもその人の半々ぐらいだってね。そのエリック・ウェストフォールっていうティーボランとかで、ミックスしてた僕の中のアメリカ人のエンジニアは言ってましたけども、でもなんか客席側の方がちょっと多いとかって言ってましたね。なんかめちゃくちゃ細かいやつなんで、日本に行きたくて日本に住んでなんでね、ですごく日本に馴染んで、大体その海外の方で日本にすごい馴染んで日本に住んでしまう人っていうのは、だいたい普通の日本人より日本人っぽいんですよね。ものすごく細やかな人で、エリックとかもだからよくこんなに神経が細やかアメリカに住んでて、まあだから辛かったんでしょうね。なんかだからそのなんか細やかな感じっていうのが、僕とかはだから日本人の中では割とアメリカ人っぽいからなんで結構面白いですけどね。彼にもは本当にもうちょうど年一緒で、すごく影響を受けたし、すごく好きだし、めちゃくちゃ音いいし、やっぱりめちゃくちゃ洋楽の音なんで当たり前だけど、リバーブが洋楽だとか、当たり前だ、白人だからって、あの人たちが作ったやつなんでね、結局はね。そうそうそう。それでそのね、タタトントトトンっていうそのタム、あれがストックエイトキングウォーターマンって、タタトントトトンって、普通だとタタトントトトンだから、タタトントトトンってなるんだけども、タタトントトトンって右と左しかないんですよね。なんかタタトトトトトトとか、タタトトトトトトってなるのね。それも真似してるから、これよく聞いてください。イヤホンとかでタタトントトトンってなってますから、それとかもありますね。あとは今久しぶりに聞いて、 A メロで一回ちょっと止めて、あ、この話しようと思ったのが、 A メロのリズムパターン、トンタツトンタカトンツッタンって、なんかトンツッタンツッタンツッ、どういう風になってたんだっけな。トンタントントンツタンツトンって
一回だから4拍目にスネアがないんですよね。なんかこういう風なことをするのがもう昔から好きで、全然普通じゃないっていう。こうハイハット入ってんのかな。この当時もう最初からなんか5、6枚目ぐらいまでビーズのアルバムずっとシェイカーがシャカ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 ってずっと入ってるんですよね。それは一番最初のそのファーストアルバムの時のその松本さんのデモで、ハイハットが入ってなくて全部シェイカーがシャカ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 って入ってるんですよ。でそれなんでかっていうと、昔はその打ち込みの音源、特にだからデモでやるような家にあるような音源っていうのはハイハットの音がしょぼかったんで、しょぼいというかね、同じ音色でやるとすごく打ち込みっぽくなるんですよ。なんだけどもシェイカーとかだとアタックが弱いんで、だからシャカ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 ってこう全然ノンベロシティで言ってもそんなに気にならないというのでだと思うんですけども、ハイハットだとなんか打ち込みっぽいからシェイカーを入れてるんだとかって言って、僕はハイハット入れるときにベロシティを3段階に分けるんですよね。1拍目が45でスネアと同じ場所、2拍目と4拍目だから 1,3 が45で、2,4 が64で、その間の裏は基本的に全部30っていう、そのベロシティで打ち込んでたんですよね、当時は。今は割と、1拍目と2拍目はあんまり変えなかったりするんですけども。まあそれでもだから裏を弱くするっていうのは未だにそうです。まあそれもケースバイケースで、クラブ系のやつとかだと、もうノンベロシティというか、チッ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 チってやるのがクラブっぽかったりとかするし。なんでロックっぽいその生ドラムの感じとかだと、こう、チッチッタッツ。もう、こうなるじゃないですか。こう。タッと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 。チッ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 ってやると、この腕ってこれ支部でしか触れてないですよね。だからこう戻すときにもう一回こうやってチッ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 ってやるから、だから裏は必ず弱くなるんですよね。16番です。ちなみにチキチッチャチッとチッカチッとチッタッタってなって、一拍目が45 30 35 40 64 30 30 45かな、なんかで当時はやってましたね。まあ今でもだからシャカ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 、1,2,3,4 が一番大きくて、16部の2つ目と3つ目っていうのが弱くて、で強迫の1個手前のところがちょっと中強な感じ、そんな感じでシャタとタタとタタとタタタってやると、まあグルーブが出るみたいなのがあるんですけども、この当時はそうやってなんかシェイカーが入ってたっていうのは、まあこういう経緯だったりします。でなんかずっとなんかこの変なドラムパターンだと変だっていう風に僕が思ったんでしょうね。 A メロの真ん中からは普通にドンタンドンタンになってるんですね。まあ A メロで極力落とすっていう考え方、それは結局そのサビを盛り上げるっていうのと同じことなんで、基本的には A メロでどれぐらい音数を減らすかっていうのが僕のなんかアレンジの一つのテーマだったりします。このベーシックの LP、 これはもう完全に DX だと思うんですけども、フルティーンズっていうやつじゃないんですよ。中のキラキラしてるやつじゃなくて、割と基本的にはエレクトリックピアノって、まあいろんなのがあるんですけども、古今東西にはいろんなメーカーのが、なんだけど大体有名っていうかな、よく使われるのがフェンダーローズという、まあもともとフェンダーだったっていうだけの話で、まあ途中からCBS に買収されてフェンダーじゃなくなったんですけども、ローズピアノっていうのがあって、ローズってのもね、R-H-O-D-E-S って書いて、なんで今ローズって言ってますけども、僕らが20代の頃は違ったかな、10代の頃とかはローデスって言ってましたね。なんかね、ローデスピアノとかって言って、それとウーリッツァーっていう、これはドイツ語の綴りなんですけども、アメリカ製だと思いますけど、 W-U-R-L-I-U-R-T-Z-E-R かな、ウィッツァーっていうのがあって、その二つは割とアメリカとかイギリスのそのロックとか、まあ R&B とかそういう風なもので使われるときに、まああとはね、だからね、フォーナーのピアネットとかね、いろいろありますけども、このセーフティーラブの A メロの音っていうのはどっちかっていうとウリッツァーっぽい感じの音ですね。僕まあそのフェンダーローズの音も好きなんですけども、キラキラしたやつ、ウリッツァーの方がなんかねロックっぽい感じなんですよね。ローズの方がちょっとフュージョンっぽい感じになる。まあだからそれはサウンドによって変えたりはするんですけども、結構どっちかっていうとウリッツァーの方が好きだったりします。なんで僕のまあ好きな感じの LP の音ですね。この B メロの、今 B メロ聞いてたんですけども、この B メロの真ん中のところのドラムだけがドンクタカタドンドンタンテカドンツタントンタンテカタンツクンツタンタッ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 ドンって、なんか2拍目と4拍目じゃない変なところになんかスネア入ってますね。なんかいろんなことやってますね僕ね。でまあこれはガンチタクカカカンカチカンカクカカっての B メロでちょっと盛り上げる感じで、シーケンスを入れるっていう。なんで A メロはシーケンスがなくて、でまあシャカ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 って言ってるやつだけだったりとかっていう、そういうふうな攻め方ですね。
この歌とシーケンス、まあ全体に対して、オケの中だと最後に入れたのがギターなんですけども、このギターのなんか裏とかで入ってくる、この合いの手のギター、本当むちゃくちゃ絶妙ですよね。さすが松本さんって感じですね。このタム、結局、タタトントトトンって普通に定義してますね。なんか野村さんが書いた頭もそうなのかな。頭もそうですね。ごめんなさい。さっき言ったの嘘です。一番最初に僕が打ち込んだ時はそういう風にしてたんだけどな。で、まあ、動画とかでもな、何回か説明してるんですけども、このブラスっていうのは、コードなんですよね。コードプレイ。基本的には、例えばバッコミとかあの辺っていうのは、全部オクターブユニゾン。大体3オクターブユニゾンなんですけどね。オケヒットとかは僕は4オクターブユニゾンなんで、基本的には。オケヒットってなんか下の方のボーンってのを入れると、なんかめちゃくちゃ、オケヒットっぽくなるとか、僕のオケヒットみたいにしたいんであれば、4オクターブがさね、めちゃくちゃ高いところからめちゃくちゃボーンっていうところまで。それをワンサンプルで同じサンプル、まあオケヒットっていうのは大体ワンサンプルなんですけども、でワンサンプルでやるともう上の方とかは全然ローがなくなって、もうピーってめちゃくちゃ高い音、高周波が出るし、で下の方は全然上がなくなるんだけども、異常にローが出るっていう、そういう特性があるんで、でそれを4オクターブ重ねるとものすごくレンジ広くなるっていう、そういう風な手を使ってたりします。なんだよこの曲は使ってないけどね、オケヒットね。まあそんな感じで、今最後まで飛ばし飛ばし聞いてみましたけども、普通のアレンジですよね。落ちサビがキックの4つ打ちみたいなパターンとかで、タタンタパパンパーとかなんかクラップ入ってたりとかもしますけども、この曲確かオフザロックって打ち込みがだからセーフティーラブとなんだっけな、セーフティーラブだけなのかな、2,3,4,5,6,7 は違うな、7ってなんだよ、ラビングオールナイトか、ラビングオールナイトは打ち込みなんだ。だから2曲だけ打ち込みで、あとは全部生ドラムっていう感じですね。はい、そんな感じです。セーフティーラブに関しては、結局なんかスラップの話とか全然してないですけども、なんか、スラップがどういう風な話で、スラップのこととかで聞きたいことがあったら、僕の中ではものすごくだから、人気曲なんで、僕のファンの方々の間ではありがたいことに、ぜひコメントご質問いっぱい来たら、いっぱい動画ができて嬉しい。そんな感じです。よろしくお願いします。ありがとうございます。